メキシコの方みんなに知らせるみんなに知らせるで、その北アメリカの先輩の民族はネイティブアメリカンで、昔から同じインディアンっていうのがその時は、でもインドじゃないし、それはちょっと良くないと思って、アメリカを母国とネイティブのアメリカっていう言い方があって、南アメリカは国の名前はあんま聞いたことない国が多いと思うので、できればで思いますね。ブラジルぐらいかかってくれれば大丈夫です。沖縄は強い国が多いです。ブラジル、ベネズエラ、エクアドルとか、いつもなんかワールドカップで アンデス山脈が川が流れてアマゾンターザン